どうも。ありがとうございます。なんだよ、どうしたんだよそんな顔して。今日も楽しんでいこうよ。カメラ回してんじゃねえよ。住岡くんおかしいな、こんな反抗的なの。あれ住岡くんはいつも元気が取り柄なんじゃないか。なんだよ。大丈夫かい住岡くん。よろしくお願いします。パラグーされてたよ。パラグーって何のこと？あ、やばい、ごめんなさい。パラグーって何のこと？皆さん、間もなく忌まわしきイベントがあるのをご存知ですか？忌まわしきイベント？そんなないでしょ。いや、あるんです。2月14日。くそ。そうはなるんや。これを聞いたら。お前らさ、悔しくねえの？いやでもね、楽しんでる人をね、邪魔してもね、しゃあないっていうか。楽しんでる。そうやって自分の心に嘘つくのか、お前、竹内見てみろ。悔しい。僕はめすべきイベントだと思ってます。バレンタインデー。許せない。嫌いです、正直。つまんねえ。僕はしかも、甘いものが嫌いです。ほんまや。最悪のイベントです。だから、今日は、アンチバレンタインデー。あー、来た来た来て。お待ちかねないや。3人でコンビニに行って。コンビニやって。コンビニですよ。コンビニかい。ちょちょ、バレンタイン企画。え？バレンタイン企画？アンチバレンタイン企画。うん、ちゃんと聞いて。あ、3人で、うん、コンビニに行って。コンビニ燃えて。コンビニ企画バレンタイン編ね。違う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 、やめてやめて。コンビニに行って甘さから一番遠いもの、甘いお菓子の一番逆を買って、それぞれがプレゼントし合うということで。この3人で。そう、この3人で。この3人で一番甘さから遠いものを買ってきて渡し合う。アンチやねー、アンチやねー。ということでね、今回の企画をじゃあ、はい、住岡くんお願いします。はい、アンチバレンタイン。本命の似顔。似顔。本命の似顔。本命の似顔。似顔もしくはカラオ。似顔。いろいろあるのか。ムミとかもね。愛の反対は無感情。無感情。ということで、行きましょう。終わらせてやるんだ。終わらせてやるんだ。バレンタインでの人おらんよ。これがバレンタインで終わらせてやるんだ。おい、誰だ、くそ、もうそこまで来てるってやろうか。え、だって正義だもん。バカマンってなってる。憤慨。さっきより、さっきより怒ってる。憎しみは増長していくからね。ああ、そうだ。説明やったやん。喋ってたんや、俺らに。やからね。憎しみとは増長していくからね。ということで、アンチバレンタイン商品どうでした？コンビニって。あれしてきましたよ。レジ前に置いてあるチョコレート。犯罪ね、ただ。やりました。ただの犯罪。俺もその中華まんとかにあるチョコまん。俺その道行く人にこうやってチョコ食ってるよ。まあ。バレンタイン季節。カップルとかにでもなく。そちらの人に一人ずつ、ね。お前もやられる可能性あるってことやから、ね。ということで見せてくれ。おのおのね、プレゼントするという形で。竹内くんの、アンチバレンタインプレゼント。はい。住岡くんに行きます。はい。はい、どうぞ。うわ。明太のり。うわー、来た。これ、女の子がさ、うん、そのドキドキしながら校舎裏で渡してきたら怖いもん、意味わからんもん。そんなわけないもんね。じゃあ次、吉野君。はい、梅昆布茶でーす。うわ、逆やねー。変わんなー。酸っぱ渋いやつ、はい、バレンタインの逆は、うん、塩分です。あ、そうなんや、はい、な、塩ピンク、しょっぱピンク。バレンタインっぽ、ピンクはね、ちょっとバレンタインの。なるほどな。逆にアンチテーゼみたいな。あ、確かにね。ピンク色だけどこんなに違うんだぜ。次は、うん、スミちゃん。あれ、交互に、はい、あ、まだあるんや。これね、明太子。多いに。明太子で巻くってこと？明太子に明太子。そうね。いや、わからんや、明太のり具合が。チョコの逆はね、明太子やった。確かにな。逆やな。逆やった。確かになんか。
逆チョコ、そういう意味ちゃうから、ね、そういう意味じゃないこれ逆チョコ、逆チョコで、吉田くんこれ鬼殺し、やられちゃった、よかった、明太子側でこっち側かハートプタプやん、俺私飲み物ばっかやで、君も鬼殺し、あはは、ダメでした、いらん、カップルのイベントの逆に鬼殺しあり、あクリスマスもや、お前だクリスマスも2期連続ピンク、ピンクやな、すげえ。ピンク貴重。カラーだけで言ったらちょっとぽいもんね、はい、うわ、近づいてみたらっていう、ね、トラップだから、ね、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、おにごろしいってなるから、俺も結構、まあ、ちゃんと普通にアンチバレンタインを意識してます。おお、まあ、竹内、ええ、あれスルメイカそうめん、スルメイカそうめん、まあ見たことないな、バレンタイン色ないのないもんね、白、ほぼ味もないし、それつけず食べてほしい、嫌ですけどもね、竹内には歯応え飲んでる、スミンなんだけど、キムチチゲうどん助かる、腹減ってるから、キムチチゲうどん、 あったこんなの、私初めてだからこれ期間限定じゃないかな、新発売、そうバレンタイン用じゃない、アンチバレンタイン用、アンチバレンタイン用、もう俺が冷蔵庫にうどんいっぱい余らしてを知っての商業か、それはおい、こっちは、おい、自分の飯や、ちょっともうそれ見てもらえんわ、せっかくやからさ、いつも食ってるそれ、気持ち悪い、それ恥ずかしい、これ何、コールスローとちくわ、コールスローの上にちくわがこれ飯、毎晩食うとるから、やめやもう、この袋をこのパーティー開きして皿使わずにここに乗っけて、やめなさい、あんたもう、俺は常にアンチバレンタインを意識してバレンタインどころじゃないからこれ食ってるやつ見たことない、アンチアンチ人間、アンチ人間、アンチヒューマン、鬼やん、え急に俺の馬からもやしなぶです。え、自分に、はい、結局なんか俺は辛さに行きましたね。やっぱね、俺は最後にしてよかったと思う。みんなね、味でアプローチ。え？俺はもうそう気持ちで行った。どういうこと？やっぱバレンタインって、はい、非日常みたいな感じやん。まあまあ。ああまあね。普段ない。普段ないイベントみたいな。うん。一番二人にとっての現実を買ってきたわ。え？辛いかもな。吉野が味玉。あうわ。これ君の現実。これ俺の現実か、現実これがブロッコリーとかのバジルサラダ、なるほどね、食ってるやつや、こんなん普段食わんやん、はい、言うても、うん、イベント感ある、もういつもただのもうなんかアンチバレンタインやねもうちょっとバレンタインやん、じゃあそうなるんや、でも普段食べてるそのコールスローチクワに、うん、これ乗せるパターンもあんのよ、そうや、完成したラッキーじゃないね、俺のエグゾディアが完成した、ゲームセットや、ゲームセットメンツキモいね、素晴らしいです、もうさっき立ってるもんなこいつら、キンキンやもん、いつしごろさせてもらってください俺がやってやります、うわーマジかー、なんかマジかって来たか、とうとうこいつらも揃ったかということでね、はい、調理していきますか、はっ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 もうすぐだバレンタインだよ、チョコではなく血で染める、私はバレンタインに悪夢をプレゼントする、気持ちいいな次回食べる